部亀治さんという方が、はい、あの大例外でもうほとんどのところがあの実らなかったっていう時期に、そういう年にたまたまあの田んぼに一本ピュッと立っていって穂がついている稲を見つけて、でそれをこう改良して育てていって亀の王っていう品種を作った。でその亀の王は今ある笹錦とかコシヒカリの大元の品種、亀の王をベースにして品種改良してやつで、だからもう今あの腰系の米多いでしょ。でそもうそのそほとんどのやつの親になる。あのこれが亀の王で、さっきあっちにあったのはコシヒカリ、あと向こう側に笹錦があって、でもう一つもち米もあります。あのメズルというもち米、このメズルもあの酒田市もうすぐ隣の市なんだけども、そこでもともと作られてた在来種なんだよ。でやっぱ亀の王みたいにこう背が高くてあの倒伏しやすい品種で、すごく作りにくいという、うん、そういう特徴があって、あの美味しいには美味しいのにね、うん、明治か大正の頃に美味しいからっつって天皇家に献上したという、そういうこともあったらしい。ただ作りにくいもん で収量も取れなくて、でだんだん作る人がいなくなって、一軒だけの農家が何十年もその種をずっと守ってきた。直接お願いしてやっとこのぐらいの種を分けてもらう。そうなんですか。電話で粘りに粘って、うん、じゃあ種まきして余ったら、うんうん、そんだけしかないよっていうことで、うん、なんとか電話で了解取ったんだけど、でそれであのもらいに行ったんだけど、でそしたらそこの息子さんもいて、あのなんかこの茶の間っていうか座敷に上がっていろいろ話してたんだけども、息子さんが陰の方で聞いてて、突然バンと出てきて、種はやれないとかって、なんでかって聞いたら、あの近所の数人には以前分けたことがあるんだって。ただこう珍しい品種なもんだから、あの自分のとこが儲かりゃいいやっていう、自分だけ儲けてあと知らないっていう、そんな人だったの、うんうんうん、そんな人ばっかだからやれねえとかっつって、うんうん、いやうちはそうじゃないからっつって、まあ自然農法で、うん、あのいろいろな健康被害あるとか、そういう方たちにも食べてもらうような、そういう米としてあの全国に出すんだからっていうことで、やっと、うん、それあのどうしてそれを作りたいって思われたんですか。うんとね、亀の王の亀、鶴欲しいなと思ったら、鶴亀、そうなんだ、鶴ないかなと思ったら意外と近くにあって、しかももち米だった。あの米屋に直接販売するとか、個人のお客さんに直接販売するとか、そういうやり方やってたんだけども、うん、まあある時もうなんだ米の品質がものすごいいい時があったのよ。で、あの新潟の魚沼よりこれはうまいなっつって。うん、むちゃくちゃうまかったあの時は。で、こんだけ魚沼よりいいんだったら魚沼並みの値段で買ってくんないって言ったらそのずずしくも、ただ庄内の佐久間さんの米はあの魚沼みたいに有名じゃないから、であればやっぱりそういうこう少しこう名前とかそういうものをこうなんか知ってもらえるような、そういうものをやっていかないとお客さん届かないという話になって、じゃあどうしようかなっていろいろと考えて、まあ、どうせやるんならあの無農薬の有機ザスの、そういうところのこう、うんとトップクラスのところまで行けるように努力しようかなってそう思って、でそれでいろいろやりながらも、なんていうかな、結構ブドウとか田んぼとかいろいろこう種類やってるもんで、なかなか手が回らない。で除草もなかなかこう効率的にいかない。でそういうのがいろいろあって、もう肥料をやったってもう雑草に食われるだけじゃんと、だん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 そんな感じになってきて、あれだったらいっそ肥料をやめようと。元肥も追肥も何もなし。で、
って、まあ、無性栽培って言うんだけども、結局それがあの自然栽培っていう、そういう名前のもの。で、そんなこと知らずにやってたんだけど。あれも一次審査が、なんだ、食味系の機械での測定でやるから、結局あのタンパク質が高いとほとんど入賞しない、うんうんはい、だからタンパクを低くするということをまず、うん、絶対必要なことなん で、はい、でそういう作り方をいろいろこう勉強して入るようになって、うん、で賞はもらうようにはなったんだけども、うんうん、そうこうしてるうちに今度はあの無施肥栽培に切り替えたんで、はい、無施肥にすると何にもやんないでしょ、うん、何にもやらないと米の味がどんどんなくなってきて、うーんもういっぺんにスパーンとなんだ土の中の成分全部ないっぺんにスパーンとなくならないんで、うん、何年かかけてあのなんか稲に吸われてどん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 減ってって最終的に何年もすればもうそういう資材がなんだ残留がなくなるわけじゃん、うん、なくなった時にはね味がもうない、味がないって言って変だけど、味がないってどんな味なんでしょうね、なんかそう気になります。でんぷん質だから食べてあの噛んでると甘みが出るっていう、うんはい、そういう味が、うん、それはある、うん、ただあの旨味とかそういうものはないね。でそういう味になると食味コンクールで試食のなんだ、うん、審査まで行っても、はい、うまい米には引っかかんない、うんうんなるほど、味はないんだけどもあのなんかおかずと一緒に食べるじゃん、おかずと一緒に食べてご飯食べてでごっくんって飲むと口の中がさっぱりとリセットされるっていう、おかずの味も何にも残んないって、だから全部そのおかずとかそういうものの味をご飯が全部吸収してでそれでごっくん、そういう効果がある。あの根っこがあのこの稲のこう育てるための養分を吸収するわけですけども、あの根っこが吸収した養分の3分の1はこの稲の葉っぱ茎、もう3分の1はこの実、残りの3分の1は根っこから排出するやつ、うん、と新陳代謝をしてあの老廃物を根っこから排出するわけです。で排出する分があの根っこを吸った分の3分の1なんだって。だからあのその排泄した老廃物も土の中で腐熟すればまたその後稲の養分にもなるわけで、うん、まあこれがあの実ってあの完全に成熟するともう稲刈りするわけですけども、稲刈りってこの稲を生きてるまんまで刈り取っちゃうことなんだけども、決してあの稲を殺しちゃうということではないと思ってます。この成熟した稲は来年のための種になるものなので、うん、この種を取って来年もまたここにこの種から育てた稲を植える。だから稲と、うん、我々薬種は共に生きていくパートナーです。とにかく稲の生育になるべくベストないい方法がどうやったらできるかっていうのを、それを自然の天候の中で、選んでいかなきゃいけないので、だからもうその方法はもうなるべくいっぱい用意しておいて、引き出しにいっぱいしまっておいて、で天気見て、あこの天気だったらこの手かなって、こっちから引き出しから引っ張り出して使うっていうような、だからそういう方法論っていうのはなるべくいっぱい持ってた方がいいと思う。